中澤さん21歳男性、人生はある程度決まっているものなのでしょうか。ふと気になることがあるので質問してみました。人生は決まっているのかどうか。決まってないですよね。無限の可能性があります。人生というものには無限の可能性があります。いいですか、もう一回言いますね。人生には無限の可能性があります。で、若ければ若いほど選択肢が多いので無限の可能性があります。例えば大学受験に失敗しても別にそんな落ち込むこともないし、一流大学に入ったからといって人生がうまくいくとも限らないし、高卒の人でも会社社長で億万長者になっている人もたくさんいるわけですね。で、20代に入ってどっかに勤めると年を取れば取るほど選択する余地っていうのは少なくなってきますけども、それでもいろんなチャレンジっていうのはできると思います。なので人生というものは無限の可能性を持っていますけど、分かりやすく言うとこうレールが分かれてるんですよ、随所にいろんなところに。例えば大学受験だとどこの大学に入りますか、大学卒業してどこに就職しますか、その後好きな人が出てその人と結婚した方がいいでしょうか、こういうふうにいくつかこうストーリー分岐じゃないけど何年かに1回ぐらい非常に重要な決断であったり運命の分かれ道が起こりますね。そういったところで随所に判断して決断していくと分岐してっていろんな可能性が開けてくるわけですね。重要なのはチャレンジしない人は現状維持。新しいことなんかチャレンジしますか、今のままでいいですか、今のままでいいですか、新しいことチャレンジしますか、今のままで、今のままですっていう風に現状維持を選んでいたとしたならこのまま行くしかないんですよ。今のこの線路のままずっと行くしかないんですよ。時々分岐点っていうのはあるはずなんだけど、分岐した方に進まないっていう、皆さんに私がチャレンジしてくださいよ、もっと自分から行動していきましょうよ、アクションしていきましょうよっていつも言ってるけど、ほとんどの人は無理ですできませんって言うんだけど、別に無理ですできませんでもいいんですよ。無理ですできませんだと今のレールのままずっとそのままで行く確率が高いんですね。それでいいんですかっていうことだけなんです。ただそれで自分は今のままのレールで行くんなら全然 OK ですってことであればチャレンジする必要はないと思うんだけど、多くの人は今の現状の仕事であるとか人間関係であるとか収入であるとかいろんな待遇であるとか楽しい時間が持てないとか忙しくて戦々恐々としてるとか不満が多いと思うんですけども、そういったものをもし改善したり減らしていくんであれば何がしかの変化やチャレンジ、言い換えると変化です。チャレンジっていうのは変化しない限りは同じものが続いてしまいますので、新しい何かをやっていく、新しいスキルを身につけていく、新しいことを勉強していく、あるいは転職などで新しい職場に変わってみる、あるいは副業でもいいんですけど新しい何かそういう収入源を増やしていくというような新しい何かを増やしたり加えたり変更したりしていかない限りは皆さんは同じことを同じようなことで同じように進んでいくしかないですね。人生を無限の可能性に広げていきたい場合は新しいことにチャレンジしたり、新しいスキルや新しいことを学んだり勉強したり、今皆さんこうやって動画を見てるのを勉強で学びの一つなんで皆さんも新しいところにチャレンジしてると思うんですけども、とにかくそういう風にチャレンジして新しいものを入れていかないと可能性は広がらないです。そこだけです。だから自分自身ですよ、人生はものすごい無限の可能性として持って楽しく生きることもできるし、決まったような生き方でシンプルでつまんなくて平凡な生き方もできます。どちらを生きたいかはあなたの選択次第ですね。自分で選んでいけばいい。だけど無意識にチャレンジめんどくせえ、新しいことやりたくねえっていうことで今までと同じ判断を選ぶ人が多いので、そうすると10年20年30年して40歳50歳60歳になった時に、なんて自分の人生はこんなしょぼい人生なんだっていうふうに後で気づくというのが後悔ってやつだね。なんで後悔しないためにもいろんな可能性を増やしていくことはいいじゃないですか。可能性を増やしていくことは、可能性が1個よりも可能性が2個の方がいいし、可能性が3個の方がいいし、可能性が10個の方がいいに決まってるんだけど、新しいことにチャレンジしない人は可能性が1個しかないです。新しいことにチャレンジすると2個3個というふうに増えていくんですね。皆さんはどっちの人生が楽しいと思いますか。どっちの人生を生きたいですか。無限の可能性のある人生を生きたいですか。それとも今のレールのまま大体惰性で生きていきたいですかっていうことです。私は人生は無限の可能性があるので、無限の可能性をもっともっと広げていきたいなと今57歳になっても思うし、57歳になってもまだまだ可能性は無限ですね。今インターネットというものがありますからね、場所と時間を超越していますので世界に対してアプローチすることができますし、ここに座ってこうやってただ喋ってるだけなのにこの動画自体が何万人もの人が見るってこともありえないわけで、こういうありえない時代に今突入してるのにただなんとなくスマホでゲームやって時間潰してるのは私は非常にもったいないなと思いますので、皆さんも何かしらのチャレンジや学びということをしながら無限の可能性、人生の可能性を無限に広げていってほしいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。